はるこです。こんにちは。前回十字花刺しアレンジの動画を作ったんですが、アレンジの説明に夢中で刺し方の方は全然説明しなかったので反省して、今回は刺し方を中心にお送りします。今回最終的にできるのはピンクッションです。これオリンパスさんのウッドボールなんですけれども、綺麗にオイルステンしてあって塗りが入ってて、とっても綺麗な品物です。お気に入りの1個を作るにはすごいいいんじゃないかなと思って、今から気に入ってます。可愛いのができるといいな。こちらはダイソーで見つけてきた生地です。このなんと、このストライプの幅が一模様、この白いところと紺のところ合わせてですね、こちらがちょうど5ミリなんです。まあでも10模様を合わせると10.2ミリ、2センチとかそのくらいのズレはあるんですけど、まあおおむね一模様5ミリなんです。真っ白い生地にゼロから方眼を引くのはとっても骨が折れるんですが、こちら使うとだいぶ楽ができると思いますので、今回はこの生地の柄をそのまま利用して十字花刺しの説明をしようと思います。13回目の配信、お時間ありましたらお付き合いください。で、これに具体的に言いますと、1センチの幅の平行線を引きまして、それをガイドにして刺していきたいと思います。1センチのガイドラインを引いたのがこれです。ですね、ちょっと薄かったので裏にさらしを1枚合わせまして、2枚にして周りをしつけした状態です。ここから始めます。はい、刺し始めます。この辺から模様を作っていこうと思います。まず抜けてきちゃわないように、一個ちっちゃい返し縫いをすくってスタートします。最初の1目で、ストライプの目1つ、1模様分飛ばして1模様分刺す、1模様飛ばして1模様刺すの繰り返しです。で、今回2色で刺しますので、次の列は後ほどもう一個の方の色で、ここにここの列、ちょうど1センチの線を引いたちょうど中央のところを他の色で刺していくんですけど、まず赤いのだけ先に刺してしまいます。さっき引いた1センチの線のガイドラインの上を1段目と同じ位置に刺していきます。
こちらのようになります。赤の線のちょうど中央のところですね、5ミリのところからスタートします。こう端っこを抜けちゃわないように爪で持っといて、ちっちゃい返しのように作ってスタートします。よいしょ。で、ですね、この縦に見て赤い点線がある間の抜けてるところに緑を入れていくようにします。赤い線と赤い線のちょうど中央に来るっていうところさえ気にしておけば、ストライプの線があるので左右の糸の長さは、針目の長さはそんなに気にしなくても、気にしなくてもっていうか、まあ調整が難しくないですね。だいぶ楽ですね。こういう感じになってます。横の列刺し終わりました。ストライプがあるのでここまででもうすでにちょっと可愛い感じですね。で次だここの線をバッテンにしていきます。今ちょっと縫いました。針の位置としてはこの緑の線と赤い線のちょうど中央あたりに針が入るように、で刺して、ちょっとずれてますけど、この縦の線と横の線がちょうど同じ長さになるプラスの形ができてれば OK ですね。ちょっと刺していきます。これも赤で先に刺しちゃって緑で後で刺そうと思います。はい、十字が刺せたところです。で、ですね、次ですが、
この十字のこの頂点と頂点をずっとつないでいく斜めの線を作るんですが、本当端っこからやっていくもんなんですけども、ちょっとそれだとスパンが短すぎて分かりづらいかと思うので、ちょっと真ん中辺からやりますね。今こう糸をつけた状態です。こうつないでいきます。なるべく前の糸が出ている穴、同じ穴に刺すと仕上がりが綺麗だそうなんですが、今回ガイド線を引かずにやってる部分がありますんで、ちょっと短くなってるところなんかはこの線の方が、刺してる線の方が直線になるような方向を優先にちょっとずつ修正しながら刺してます。ちょっと短いところもあるんですよね。バッテンの頂点と隣のバッテンと隣のお隣のバッテンの頂点と頂点がこうつながっている状態です。で折り返していきます。できてます。最初に刺した十字が比較的綺麗に刺せてると、このつないだ線が斜めの線が平行に渡るわけです。でなるべく平行に渡った方が綺麗になります。ワンセットできましたね。これでその同じような感じでずっと刺していきます。
で今度こちら90度角度を変えまして、同じようにこうつないでいきます。ここですね、こうやってつないでいきます。斜めの線を、片側だけ刺し終わったところです。この1、2本の平行線を1セットと考えて1個おきに刺していきます。で、こちら側もまた同じように1個おきに刺していきます。ほい、だいぶできてきました。模様になってますね。全く余談なんですけれども、赤い糸なくなっちゃいまして、針箱の中を探したらこのだるま家庭糸30番細口っていうのが出てきまして、 100m 巻きでお得、細いんですよ、すごく。で、同じ1本取りで刺したら全然弱かったので、2本取りにしたらちょうどこのだるま刺し子糸細と同じくらいの太さに見えて、まあ、ほぼわからないです。そんなこと、そんな情報がいるかどうかはわかりませんが、あ、でもあれですよ、刺し子を始める前にボタン付けとかで適当に買った糸がこれで活用できるかもしれません。はい、十字花刺しでできました。ぐーっと寄るとこんな感じです。あ、まだアイロンしてないんで線が残ってますけれども、感想です。ストライプの生地を利用して最小限の製図で刺してみるっていう試みは成功したと思います。思ったより綺麗にきちっと刺せて、自分の針目を信じて進んでて、途中でこれでまっすぐ行くんだろうかと不安になったんですけど、割と綺麗にできました。あとはあれですよね、選んだ柄が、まあ100均で思いつきで買ってきた生地なんで、ちょっと生地の色が強かったんで散らかった感じになっちゃったなとは思います。柄的にはちょっとどうかなって感じですけど、まあ十字花刺しじゃない全然別の柄にも見えなくもないので、それはそれでいいのかなと思います。後でこれに詰め込もうと思います。はい、できた。今回も最後までご視聴ありがとうございました。